はい、パート2やっていきましょう。前回はこの0日目、おそらくプロローグにあたる話を終わらしたんで、1日目からやっていきましょうかね。まあ、こっから本格的な話始まるんかな。前回のキャラって結局この2人って死んじゃったんやろうしな。あれ、イアン・チョー君は生きてるんやったっけ。まあまあ出てくるんやったら出てくるんでしょう。やっていきたいと思います。1日目、1の1、支度。ショーから再開。こいつが本格的な主人公になると思うんやけどな。はい。前回ラストに出てきた異常とかいうやつ、あいつが誰なのかとかが話の中心になったりすんのかな。イアン・チョーとビン・ツァイが取引してたマサとかいうやつとかも後々出てくると思うけどね。こいつがマサの可能性あるよね。はい。何かやばい物を取引してたと言われてるマサ。違ったらすいません。リン・テイ。あら、家にいたんだ。電気もつけずに目に悪いわよ。目ないんですけどね。のっぺらぼうなんですよね、私たち。私を待ってくれてたの？じゃないと？ちょっと腹立つ。ねえ、こと言い回し。あら、そう。ほら、もう着替えが終わったよ。いつでも出発 OK。仕事なら工場で着替えればいいの。仕事？一緒に仕事してんのかな？どう？新しい仕事に行く準備はできた？大丈夫です。大丈夫だ。さすがは J、頼もしい。リン・テイちゃんね。ちょ、名前、メモっときます。はい、よろしく、ヒロイン候補、リン・テイさん。安心したよ。何かあったら、すぐ私に言ってね。何でも、手伝うから。耳かき上げる。安心して。そうだ。さっき住民委員会の張り紙を見たけど、中庭の床工事が始まるって。関連住区の電子印鑑のお印が必要って書いてたけど、印鑑は J が持ってたよね。後でもらってもいい？うん、渡しとく。ありがとう。やめて、変なことに使わないとや、印鑑。勝手に婚姻届とかに押さんといてや、結婚してる可能性あるけど。やっと始まるのか。3、4ヶ月も先延ばしになってたけど、私が隣人の皆さんに掛け合った甲斐があったよ。忙しすぎて不眠症になったのに。しかも住民委員会のいじめも受けて大変だったよ。なんかあったんか？前の環境が良くなかったってこと？どうしてそんなのを抱えたんだ？どうせやらなくても他の人がやるのに。ずっと掛け合ってたからやっと進展があったね。ご苦労様だった。大変だったね。かなり苦労してたわよ。ちょっと待って。私が余計なことに首を突っ込むかって言いたいんでしょう。それを言うべきだ。自分で抱える必要はないのに。なんか、正義感ゆえに面倒ごとに突っ込む系ヒロインなんかな。リンはいつも厄介なことを自分で抱えちゃうから。だって誰かが言わないといけないことでしょ？ぽいな。正義感ヒロインっぽいな。めんどくさそうや。あなたがやる必要はないだろうが。ね、まあまあ、肯定しとこ。リンの言う通りだ。お前は正しいよ。じゃあ、一つだけ聞いてもいい？なや。私が自ら彼らに掛け合うのを、ジェイは嫌がってるの？自ら？ほら、ジェイは一緒に来ようとしてたけど、私は一人で処理したくて。だから、それのせいで、ジェイが不満に思ってるんじゃないかなって。ん？全く不満に思ってないけど、いまいち状況分かってないんで。どうして、俺が不満に思うんだ？これ今のところ選択肢以外は心の声やんな。前回のイアン・チョー、前半心の声やったけど、後半喋ってたよな、多分。なんかそんなニュアンスだったんやけど。ちょっとは気になるよ。そう。ごめんね。J だと喧嘩になるんじゃないかなって。あ、そんな意見ぶつけ合うなかな。チンさんもあんな性格で話がきついからさ、チンさん。とりあえず、今度はちゃんと J に相談してから決めるから。ごめんね。うん。大丈夫。気にしてないから。ごめんな。いまいち話が見えへん。うん。ありがとう。ごめん。
話が飛びすぎたね。うん、ちょっと分かってへんだ。何の話してんのやろ。頭がぼんやりとして変な感じだ。お、今だってこれあれやもんな、精神体、思念体みたいな主人公に取り憑かれ始めてるってことやもんな。この感覚、まさか、なんか知ってんの。しょうがない、じゃあ今日の、しょうがない、じゃあ今日の午後が大変だったからさ、だからあまり話せなかったの。今日忙しい？総合システムも調整をしてたけど、板書システムとは違ってるから全然さっぱりなの。今日はちゃんと休むってリンが約束したはずだ。でも懐かしいね、喋ってるんかこれ。こういうのを自分でやるのは久しぶりだったからさ、今時じゃあほとんど会社のトラブルシューティングに任せるでしょうね。はっ！どうした？キニ君？なんか今、主人公の地雷的なもう踏んだ発言やったんかな？あ、勝手に選ばれた。ちょっと入力するの遅すぎた。そうだ、明日のことだけど。明日？そうだ、俺は準備していたんだ。明日のことって何？え、だから、別に何でもない。忘れて。私、誤解してたかもね。へへ。なんか、コミュニケーション、バッドコミュニケーションになってる気がする。別に大したことじゃないから、付き合った記念日とかじゃないの？俺は今何を？今のは多分、プレイヤーが、介入してしまったって感じか。どうして俺がそんな言葉を？明日は俺らの、はい。じゃあ、私はシャワーを浴びるから、終わったら出かけよう。マスクも用意しとかないとね、最近の工場の空気が悪くて。工場、俺の新しい仕事か。選択肢はプレイヤーの意思で、この心の声はキャラクターの意思なんやろうな。15分ぐらい待ってね。すぐ終わらすから、15分早ない？シャワー、まあ、お風呂入らへんのか。そんなに焦らなくても。大丈夫、私は効率人間だから。それに、ちょっとしか汗かいてないから、パパッと浴びてくる。そうだ、ちょっと持っていきたいものがあるけど、どこにも見つからなくて、代わりに探してくれない？量子パスワード生成器が欲しいんだけど、なんだって？大丈夫だ。ありがとう。多分ね、リビングデスクの私のパソコンの横にあると思う。それか、扉の横の棚。それか、ソファーの隣の棚。まず探してみてくれる？ありがとう。じゃあ、シャワー浴びてくるから、愛してるよ。俺も愛してる。うい。わあ。自分の部屋のって、これデスクともしかして、デュアルディスプレイじゃなくて、彼女のディスプレイと僕のディスプレイなんかな？色的に。そんなことない？いいよ。ジェイ、どうかしたの？一緒に入ってもいい？うわ！急にどうしたの？前は恥ずかしがってそんな冗談を一切言わなかったのに。今は無理よ。時間がないの。もうすぐで終わるから待ってて、変態さん。ちくしょう。ジェイ君は何者なんやろな。はいはい。もうこれ結婚してるんか？結婚したてぐらいやろな。してるとしても。で、これか、これで調べるんやったっけ？ちょっと自分の部屋から調べようか。はいはい。工場で働くって言うてたけど、もともとは何のしてたんでしょうね。ジェイとリンのツーショット、二人はとても、二人はとても嬉しそうだ。10月27日は私の誕生日だから、寿司ディナーよ。おー、寿司好きな。僕も今日寿司を行こうと思います。メーカー、白鳩配達。はいはい。差出人は、ゲン・テイ。お父さんかお母さんかな。ヒロインの。リンのお父さんからの荷物だが、ずっと放置されている。ずっと飽きられてないし、俺にも話してくれない。彼女の心の準備ができたとき、ちゃんと話を聞こう。なんかあったんかな？ 3、4ヶ月前に地元から引っ越してきたんかな？地元になんか問題起こしたんかな？ダックドリンク。はい。フリップする。手動で部屋中の全ての電気をコントロールする。はい。リンが買ったリモコンだ。家の電気製品を制御したかったらしい。正直、監視システムの自動調整に任せればいいけど、リンは監視されてるのが嫌らしい。
前に入居していた人の環境測定器すら彼女に外されてた。ああ、ちょっとなんか、AI か?電子化が進みすぎて監視社会とかになっちゃってんのが嫌で、っていう反発の声を結構上げちゃうから周りと喧嘩しちゃいやすいみたいな、そういう感じなんかな。まあ自分の部屋まで監視されてるのはちょっと嫌かもな。ここら辺はそんな関係ないかな。今じゃどの家にもこんな機械が入っている。冷静に考えれば不思議だな。みんながこれを使って家の電気を制御している。便利だからね。俺も凛と同居するまで空調の温度をいじったことがなかったな。ああ、もう勝手に、この僕たちに最適な温度に設定してくれるんや。でも、凛ちゃんはそういう機械に任せるのは嫌なわけね。まあ、そういう人も出てくるんやろうな。こういう、すんごい AI 化進んだりとかしたら。逆さに貼られている、春なんちゃら、春が到来という意味。なんで逆さな漢字読めへんのかな ?PL、8の電源がついている。リンがこっそり遊んでたな。一緒に次のストーリーを見るって約束したのに。PS8 かな。プレステーション8ってこと？ははは。割とそんなに遠い未来じゃないんか。いや、PS8 は遠い未来か。プレステーションでどれぐらいの頻度で新作出るんや。5ですらそんな売れへんたのに。特に。リンが人生で初めて獲得したトロフィー、彼女は大事にしているみたい。初めてお父さんに褒められたと。こういうのをちょっとダサいけど、彼女はちゃんと飾ってる。昔はお父さんと仲良かったよね。今は悪いかどうかわからへんけど、ちょっと段ボールの剣で仲悪そうやね。プラスチックのトロフィー、何のコンテストなんやろ。ジェイとリンのツーショット、仲良さそうな二人が写っている。俺らの初デートの写真だ。リンが楽しく笑ってる。前回パンケーキを焼いてあげた時、リンも楽しく笑ってたな。あと弁当を作ってあげた時も笑ってた。リンはいつも楽しく笑っている。いつも楽しく笑ってるって、ごめんな、僕陰キャからちょっと怪しく感じちゃう。仮面なんか演じてるとかない？リンちゃん無理してるとかない？もう3年目か。付き合い記念日でお互いのプレゼントを探すゲーム。へえ、そんなことするんや。めんどくさ。これ結婚してへんのかな。俺のふとした覚えすぎだけど、リンが楽しかったみたいだから毎年やるようになった。でも今の会話でリンは俺が忘れたと思ったかな。彼女はきっとへこんでるよ。あー、なるほどね。さっきの滑った感じ、これね。俺はすぐ彼女が隠したものを見つけられたけど、リンはまだ見つけられていないみたいだ。彼女じゃ届かない場所だから多分見つからないだろう。とりあえず今晩に下ろして明日渡せばいい。見つかるところに置いたれよ。なんで取れへんところに置くねん。それあかんて、ジェイ君。お、これか、ここか。シンプルな指輪の箱。婚約指輪と書かれており、かなり高い様式。おお、勝負仕掛ける気か、ジェイ。これはどうやろう、自分で見つけてもらった方がええか、手渡しするか。どっちや。明日にプロポーズ。ちょっと緊張してるな。これは、まあ、こっちのタイミングで行きたいから自分で渡したいよな。先に下ろした方がいいかな。なくしたらまずいし、そうだよな、そうやな。リンも今日はもう探す時間がないと思うし、先に下ろしても反則にはならないよね。やっぱ、明日でいいか。はいはい。ああ、貯めたいんかな。なんか、リンちゃん頑張って探したけど見つからなかった。どこにあったの？ここにあったのさ、言うて、手渡しするって流れにしたいんかな。ちょっとなんか、めっちゃ嫌な予感すんねんけど。リンちゃんなんか死にそう。この序盤の感じ、めっちゃ死にそう、リンちゃん。大丈夫かな？リンちゃんなんか、取ってこい言ってたよね。何だったっけ？ごめん、リンちゃん、なんて言ったっけ？ジェイ、どうかしたの？あ、こっそり PL8 を遊んでたな。あれ、バレちゃった。まさか、私電源を切り忘れて。ごめんなさい。今日出かける前に急にやりたくなっちゃって。だって、前回のところが気になるもの。ひどい。その気になるところを一緒に見るっていう話やったやん。俺はどうすればいいんだ？
でもセーブデータはそのままだよ。先にネタバレ見たわけね。一緒に見るとき初見のリアクションして乗り切ろうとしたなこいつ。また時間のあるときに一緒にやろうよ。とりあえず今はシャワー浴びさせて。許せねえ、俺も入る、この野郎。ちょ、ハードディスク見つからへんね。ちょ、もうちょい探す。あ、これか。量子パスワード成績、こんなこと言ってたね。見つかった。リンはどうしてこの量子パスワードが必要なんだ。とりあえずこれで大丈夫だと思う。取り出さないと。これは仕事に使うとか言ってたね。え、取り出さへんの。おお、取り出せね。はい。床に落ちとるやんけ。リンちゃん、お待たせ。まあ、シャワー出てくるまで待てばええねんけどね。この、うるさーいの。リンちゃん、なんかテンション上がってる。ちゃんとシャワー浴びさせてよ。今から返事しないからね。もう。しまった。毒しすぎたか。見つけたんやけど、ハードディスクを見つけたんだ。なんだって?ハードディスクを見つけた。ごめん、何も聞こえない。シャンプーが欲しいって。逆じゃない?シャンプー欲しがるのそっちじゃない?ハードディスクを見つけたいって言ったんだ!ははは、全然違うじゃない。ごめん、なんか添え入っちゃった。かわいい。中じゃ何も聞こえないからさ。後で渡して。ありがとう。さっきまで喋れてたやん。なんで急に?ずっとシャワーの音は鳴ってるやろ。大丈夫かな?中で死んでへんかな?あ、ミカチュウ?え、ピカチュウ?ピカチュウのなんか可愛い版出てきた。ミカチュウ!すいません。ちょっと静かにしてくれますか?すいません。イチャイチャしすぎました。ユウヨウ、誰や?ちょっと待ってよ。お二人は初対面?あ?どういうことですか?知らんぷり?ミカ、ちょっと待ちなって。すいません。開花の住人ですけど。ここに引っ越ししてきたのは先月で、確かに挨拶に伺ったはずですが、もうそんなのはいいから。あのね、トン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 うるさいんですよ。え、ノックの音か?ノックの音そんな響くん。想像以上に力強くやったんかな。別に音は立ててないはずだが、ほう。夜中に家具を動かしたりしないでくださいよ。ちょっとなんかとりあえずこの謝っとけばいいのに。別に家具を動かしてないけど。はぁ?何を言ってるんですか?ずっと上から音がしますけど。だからジェイさんたちじゃないって。違うんじゃない?多分向こうのリュウさんちだよ。ほら、前回そろそろ引っ越そうってリュウさんが言ってたでしょ?え、そうなの?そうだよ。なんで早く言ってくれないのよ。ちょっとメカチュウさん、なんありやな。ずっと話そうとしたいけど。そう。すいません。間違えました。え?じゃ、お邪魔しました。おやすみなさい。すいません、ジェイさん。嫁の早とちりでして。ああ、名前で男と女分からへんな。この国の人ら。ね、まあ大丈夫ですよ。そういうこともある。ありがとうございます。本当に失礼しました。では、おやすみなさい。感触持ちの妻。まあ、感触っていうほどでもないか。ちゃんと反省して、おー、何それドライヤー?え、めっちゃそれ楽やん。そうドライヤーめっちゃ楽やん。なんか電源コード引っ張って自分の手でやるの割と鬱陶しいよね、ドライヤーって。下履いてへん?セクシーな感じになってるそれ。下パンツだけ?そうだ、どこで見つけたの?なんかテーブルの下に押してたで。テーブルの下だ。なんでそんなところに。はぁ。多分私が出かけた時に落としたんだ。カバンで何かにぶつけたと思ったけど、まさかハードディスクまで落としたとは。すごいね。そんなところまで探してくれたなんて。ゲームだったら簡単に隠し通路を見つけられるプレイヤーだね。割とゲームやね、リンテイちゃん。じゃ、もらっていい?ありがとう。大事なものだから、もう、なくちゃダメ。壁を乾かすよ。もうすぐ終わるから。ちょっと仕事の対応もあるから、ちょっと待ってね。婚約指輪渡す前に死にそうやねんな。そういうゲームじゃないんかな。かっこいいドライヤーだね。え?そうなの?これは型落ちだよ。飛んで乾かしてるし。え、飛んで乾かせんやつがあるの?どういうこと?
飛んでる方が良さそうやけど。今は被れば乾くやつが流行りでしょ。あーなんか一瞬で乾きそうやな。でもそれちょっと大げさすぎん？それがええと思うけどね、コンパクトで。近未来すげえ。そうだ、今月の地震発電日はいつなの？地震発電日？もうすぐだと思うけど。確か12月31日だ。ジョヤなの？覚えてるなんて細かいね。ジェイと付き合ってから私はそういうのを覚えなくなったな。あれ？エクセリー、シリーみたいな感じが勝手にポップアップした。どうやらジェイだけでなく私はこういうプログラムにも甘えているみたいね。怖いね。なんで私が欲しいものを知ってるのよ。あれ？私たちがこれから乗るバスの情報まで表示されている。おかしい。私はスマホの自動集音権限をオフにしてたはずなのに、私たちの会話を聞いていないはずよ。なのにどうして？私のスマホ操作履歴だけでこんなのまでわかるの？ああ、なんか怖がってんな。私たちがこれから出かけようとして目的地までわかるの。まあ便利やけど考え方によってはなんかちょっと気持ち悪いって感じるんかな。確か YouTube のおすすめとかもこういう風に思うんかな、もしかしたら。なんで私の好みの動画がわかるのってなんかディストピア社会みたいだね。なんかそれほど厳重な話かって思うけどね。うん、捉え方によっては大事だよ。でも J はこういうのに興味ないでしょ。もう僕は全然なんか別に知られても問題ないなって思ってるから。なんかそういうの気にするのって犯罪者だけじゃないって僕思っちゃうねんけど。興味あるよ。確かに興味ないな、こっちは。知ってるよ。なんか、怒った？ごめん。ごめん。寄り添うべきやったかな。もう、やることがないのないねん。なんで私そんなにしつこく話しかけてくるの？付き合ってるんじゃないの？私たち。明日プロポーズしようとしてるぐらいの仲やん。ええやん。一緒の会話を楽しめよ。楽しもうよ。そうだ、さっき一緒にシャワーを浴びたいって言ったよね。おう、言ったけど。そういうのも必要かと思って。あなた本当にジェイなの？お、やべえ。そんなの初めて聞いたんだけど。まさか酒でも飲んでるの？飲んでない。僕はシラフだ。今日のジェイは変だよ。一体どうしたの？酒も飲んでないのにどうしてそんなに上機嫌なの？すいません、近未来がちょっと珍しくて。まあ聞かなかったことにして。そうだ、胃薬を買うのを忘れてた。もう私いつも忘れるの。買っといたからキャビネットに入れといたよ。これ周りを探索ちゃんとしてるから解放されていってるのかな、この選択肢が。本当？よかった、今日も買い忘れてしまったのよ。さすがジェイ、頼もしい。助かったよ、ありがとう。なんかリンちゃんは AI に頼らへんから他の人よりなんかこういう会話するとか多いんかな。他の人らは AI がなんか、あ、会話されてますよとか教えてくれてたりとかするから忘れへんとか、なんかそんなありそう。どの薬を買ったの？ありがとう。俺は一体何を、すいません、ふざけました。ごめん、いつも J のことをつまらないって言ってるけど、頑張って面白いことを言わなくていいからね。すいません、頑張ったんです。寒い。ああ、あなかったら入りたい。恥ずかしい。とりあえず、マカモトのことでしょ。それがいいのよ。水鳥でも買われたらどうしようと思って。水鳥だと私気持ち悪くなっちゃうからさ。でも、そんなものを J に言ってたっけ？どこで気づいてたの？ J は優しいね。私なんていつもうっかりしてばかりで。D は今のままでいいよ。今の方が好きだよ。ラープ。いきなり告白。J が堂々と告白を？私も今の J が好きだよ。割と陰キャ寄りなんかな、元々の J の性格。うん、もうちょっとで終わるから。もうちょっと待ってよ。今 J は、あれ誰かがインターホンを鳴らしてるみたい。見てきてくれる？今 J はどんな感覚なんやろうね。なんか、いつもと違うこと言っちゃうなぐらいの違和感ぐらいで終わってるんかな。韓流。J さん、
どうもどうも。どうも初対面。いやー、二人は夜勤だからそろそろ出かけるんじゃないかなって。だからまだ家にいる時に伝えようと思ったんだ。実はうちは明日引っ越しするからちょっとうるさくしてるけど、あ、お前のせいで。これリュウさんか。隣の部屋のリュウさんね。お前のせいで疑われたんやぞ。リンは明日も仕事があるからうるさいとよく眠れなくなる。お二人は夜勤だろ。朝っぱらがドタバタしてたら迷惑をかけるんじゃないかと思ってさ。だから事前に断っておこうと思って。大丈夫だよね。まあ耳栓とかあるんやったら大丈夫やけど。今は引っ越し会社からノイズ減衰器を変えられるからそんなに大きなことはしないはずだが。もうそんなあるんや。わざわざ知らせてくれるとは。まあ実際下の階の人ら怒りに来てるからね。まあ、ノイズ処理してくれれば大丈夫かと思います。ああ、そう、ノイズはちゃんと処理するよ。引っ越しスタッフにその運搬ロボットだっけ?を静かにしてもらうからさ。ノイズ減衰器借りるとは言ってないな。お金を節約するためにオーラの睡眠はどうでもいいのか?ああ、なるほどね。強く言えへん、こういうの。わかりました。それで大丈夫です。大丈夫だな。よかったよかった。こいつあれか。大丈夫って言ったなって、現地取りに来たんか。韓流さんちょっと性格悪そう。大丈夫?減衰器を借りるかどうかは聞きたかったのに。リンがちゃんと眠れるかどうかが心配だ。そんなケチな人じゃないのを祈ろう。頼むぞ、リュウさん。ところで、リンさんは?今日はお仕事かな?リンさんは毎日仕事で忙しいから、ジェイさんも頑張った方がいいよ。なやと。なやと?今日仕事行くねん。工場行くねん、今日から。リンさんは忙しくて大変そうだよ。ああ、彼女は大変だ。帰れ帰れ。おや、わかってるみたいね。経験者としてちょっとアドバイスをやろう。いらん、帰れ。男ならちゃんと一人前になって、彼女を外に働かせるみたいな苦労をさせるな。あれはリンが熱中してやりたいと思ってる仕事だけど。苦労して仕事がしたい女の子なんているわけないよ。少ないと思うけどいるかもしれんやん。それに、これは普通の仕事じゃなくて夜勤だし、そんなのはダメだよ。まあ、旗から見たらそんなにいい仕事じゃないかな、リンちゃんの仕事って。あ、リンは夜勤ではないんや。だとしても忙しそうだよ。だろ?いつもそそっかしい。肌も悪くなるだろ?女の子はスキンケアが一番だよ。リンの肌は綺麗なのに。女の子だし、綺麗にしないと、外に連れて行くとき変な目で見られるよ。もうこんなくだらない話は十分だ。おせっかいすぎるぜ。あなたの言う通りです。帰ってください。でしょ?まあ、まだ若いから頑張ってよ。邪魔したな。じゃあね、ほんま邪魔やったわ。腹立つ。畜生。あんな奴が隣人かよ。めっちゃ喋ってくるやん。リュウさんってうるさいよね。聞いてました?割とセクハラがありましたけど聞いてました?ちょっと待って、リンテイさん押しかけそう、隣に。怖いわ。大丈夫だ。そう。そんなに冷静にいられるとは意外だね。彼の話を聞いて私まで腹が立ったよ。彼のことはもう忘れよう。気にしないようにしてるけど、すぐにはちょっと無理かな。実はもう少し聞くべきだなと思ったんだ。あのリュウさんは騒音対策をすると言ってるけど、ノイズ減衰器を借りることはあえて言わなかったの。多分それをケチろうと私たちの態度を見に来たんじゃないかな。だいぶなんか、ケチ臭いな。めっちゃクズやん。はっきり言うべきやったか。多分明日は借りないと思うよ。まあ、彼は最初から借りるつもりなんてないだろうけど。こんな人がお隣さんだなんてついてないね。でも引っ越し作業してるらしいからもう出ていくみたいですよ。でも明日とおさらばだからもう少し辛抱だね。で、私すごく話したけど、別にそんなに真剣に聞いてないからね。まあ実際は真剣に聞いたでしょう。はい、時間をかけすぎたね。もう準備はできたよ。どれどれ。3番工場へならバスに乗るってシリー、クシリーが言ってる。うん、今日は会社専用の白球が修理してるの。忘れ物はないように。じゃあそうそう出発しようか。これは送ってくれるってこと?結局リンちゃん夜勤じゃないと言ってたけど。一緒に出かけるのは、うわぁ、最新。歩くだけで電気が消える。もう行く?行きましょうか。はい。
レッツゴー。仕事行く場合そのテンションすっごいな。仕事好きなんやね。今日も一緒に頑張ろう。一緒の仕事なんかな。はい。まあ夜勤なんか。翻訳ミスなんか、リュウさんの前では夜勤じゃないで適当言ったんか、どっちかわからへんけど。オートセーブ。好奇心情。はぁ、あ。家から出ると会社に行きたくなくなるよな。さっきまでやる気あったのに。リンは来なくてもいいのに、家で休んだ方がいい。あー。僕の仕事になんかついてくんの？どういう状態やこれ。彼氏とダメならしょうがない。ありがとう。ん？今日は率直だね。普段なら家で待ってろとか必ず言うのに。ふふん、一日で半日も苦しむより、一人で半日を苦しむより、素直に私に礼を言った方が気持ちいいでしょ。そっちの方がいいよ。俺は。うん、大丈夫なら歩いていこう。どっち？そっち？はいはい。思ったほどなんか近未来感ないな。割と現代やな。え、どうして答えんの？いや、そのガチャガチャが気になって。何か用事があるなら、ここで待ってるけど、めっちゃこれセブンイレブンやな。はいはい。どうなんやろう。ところどころ、モニターっぽいのがあるのは、絶妙に近未来やな。あー、ドローンが飛んでる。まだリアル寄りの未来を見据えてるんかな、このゲーム。はい、ちょっと待って。この音は、あっちを見て。もうすぐで来ると思う。はー、すげえ。これバス？貨物なんちゃら。このも浮いてんのはちょっと怖いな。さすがに、これは、未来でこんなものはないやろな。危なすぎるもんね。あれはビッグウェイの貨物船だ。こんな大きな町にいると自分を小さく感じるね。そうだな。だからこそ私たちは自分の特別さを頑張って証明しないと。行こう、バスが来たよ。よし。主人公ちょっと帽子のセンスはないな。なんか頭に触ってる人いるんだよ、この人。デトロイトのロボットみたいになってる後ろの人。いや、あれ、カブトキくるくる回してんのか。何あれ、それが JK のファッションだ、この世界の。本当に大丈夫なの？この新しい仕事、J がやりたいとはどうしても思えないけど。でも、俺は仕事が必要なんだ。やりたくないなら無理しなくていいからね。このまま無職で生きにちゃダメだ。凛の負担を減らさないと。なんで今まで無職やったんやろうね。私はもうマネージャーだから、二人分ぐらいなら余裕よ。出世してるんよね。でも、リンは実家にも仕送りしてるし、ああ、偉いね、リンちゃん。それはなんかしっかりしたんだな、こっちも。仕事というのはね、ちゃんと時間をかけてぴったりなものを探すべきよ。耳が痛い。耳が痛い。小村さん、無職になってからハロワイって一日で職適当に決めた。耳が痛い。俺は早くリンを支えたいんだ。そんな気楽な話じゃないだろう。別に気楽な話じゃなくね。あ、ミスター、でも今勝手に選択肢選ばれました。下の点々点になった。仕事とは関係なく、私はずっと J を応援してるから。私に気を使って働かないといけないとか思わないでほしいの。ニートしててもええの？ J が私のせいで苦しんでほしくないの。 J、 私は本気で言ってるよ。ええ子や。大丈夫、リンのために苦しむことはないよ。うん。あ、手握ってる、いつの間にか。ラブラブやん。ならいいけど。バス来ないね。ね。市がまた、残力を別のエリアに集中させたのかな。映画エリアはいつもそういうことさえるよね。うん、時間通り来おへんには近未来になっても。日本はそういうのしっかりするよね。絶対時間遅れたらかみたいなあれやん。バスとか電車とか。残力集中？つまり、ほら、北区のすべてのシステムは AI が管理しているでしょ？公共交通、エネルギー、通信、物流、もちろん監視システムも。
アルゴリズムと街の至るところにあるセンサーで私たちの生活に関わる複雑な作業をしてくれているの。でもいくらアルゴリズムを最適化しようと、私たちは大きな残力でデータを処理する必要があると。例えばラッシュの時、市は優先的に残力をこう交通量が大きいエリアに割り当てるの。映画みたいなエリアだと残力を失って交通効率が下がるの。これで分かったかな。なんか限られた残力でこの世の中回してるってことか。無限じゃないんやね。分かった、なんとなく。よろしい。あ、バスが来た。どんなバスなんやろ。あ、思ったより普通。一応浮いてるんかな。結構なスピードデータで、ね、あ、速くない？加速速ない？はい、なんか全然平和やな。こっから日常が崩れていくみたいな展開になるんかな。プロローグは割と物騒な話だったけど、今なんか日常生活彼女と過ごしてるだけやん。ふう、着いたね。向こうにいる白球見える？白球？あれは会社内部の輸送システムなの。いつもあれに乗って通勤するよ。リンさん。あれか、リンさんの所属してる会社に勤めようとしてるんか。リンさんが自分の会社の仕事を斡旋してあげたんかな。おはようございます。なんだこのイケメンは。いやいや、それ会社行ったらイケメンの一人や二人いるよ。